は、外交官の若杉要で、ニューヨーク総領事を経て、日米海戦時の中米講師を務めた。妻は、メゾソプラノ歌手の長野よなこ。東京府生まれ。幼少時からピアノを学ぶ一方、演劇、オペラ、バレエに親しみ、高校時代には日記会などのオペラ団体で、ピアノ伴奏の経験を積んだ。慶應義塾大学経済学部へ入学し、経済学を学びつつ、 学内の合唱サークル、混声合唱団楽友会に所属した。音楽への思いを断ち切れずに、経内を中退し、1956年に東京芸術大学に入学し直した。東京芸大では、声楽科で、畑中良介に支持する一方、伊藤栄一に指揮法を支持し、さらに伊藤の紹介で、斉藤秀夫にも指揮法を支持した。その傍らコレペティクトアや、 副指揮者として様々なオペラ公演に参加した。1959年、声楽家から指揮家に転化して、金子昇に指示し、同年、二機会公演、フィガロの結婚を指揮して、オペラデビューした。卒業後すぐに、NHK 公共楽団指揮研究員となり、カイルベルト、ロイブナー、マタチチ、サバリッシュ、アンセルメ、マルティノン、エレーデなどの訓導を受ける。 1963年3月に東京交響楽団を指揮してコンサートデビューした。1977年にケルン放送交響楽団主席指揮者に就任した。以後は海外に活躍の場を広げ、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団、バイエルン放送交響楽団、ボストン交響楽団、 モントリオール公共楽団などに客演したり様々な洋食を得るなどクラシック音楽の中心地とも言えるドイツ語圏でアジア人指揮者の地位確立に貢献した一人であった。ヨーロッパで若手や中堅の指揮者に課される現代音楽新作上演ノルマも若杉の腕前では問題がなかったため次々とヨーロッパの現代音楽を初演した。オペラ指揮者としての経歴は ドイツにおいて、ダルムシュタット歌劇場、ドルトムント歌劇場を経て、バイエルン国立歌劇場指揮者、ライン、ドイツオペラ音楽総監督、ドレスデン国立歌劇場及びドレスデン・シュタッツ・カペレ、常任指揮者などの要職を歴任した。また東西ドイツ分裂時代の末期に、ドレスデン国立歌劇場の次期音楽監督に任命されたが、直後のドイツ再統一のため劇場の運営体制が、 旧東側から旧西側へと移り、音楽監督の人事も白紙に戻されたため、実際にはその職に就くことはなかった。日本では、東京室内科劇場芸術監督、新国立劇場芸術参与、滋賀県立芸術劇場美和子、ホール芸術監督を歴任した。帰国後は、新作ではなく、現代音楽の古典と呼ばれるものを、次々と日本書演した。 ベルントア・ロイス・チン・マーマンの軍人たちをレパートリー化した唯一の日本人として知られている。2007年9月より新国立劇場の芸術監督に就任した。ここでは日本人作曲家のシリーズとして2008年に山田工作作曲の黒船を指揮、さらに2009年6月の清水治作曲、修善寺物語を準備したものの健康悪化のため、 式を断念、代役の富山雄造が指揮した。コンサート指揮者としては、前述のケルン放送公共楽団主席指揮者のほか、1965年に、読売日本公共楽団上任指揮者、1986年から1995年まで、東京都公共楽団音楽監督、1987年から1991年まで、 中立トオンハレ協会の芸術総監督などを務め、1995年からその島で NHK 公共学団正式者を務めた。2009年7月21日、多臓器不全のため東京都内の病院で死去した。74歳没。芸術戦消門部大臣賞、日本芸術院賞、朝日賞、毎日芸術賞、サントリー音楽賞、モービル音楽賞、 N 今日ありましょう。他受賞多数。プログラミングの時点で演奏会は始まっているとの信念のもと、時代背景、調整、文学、演奏機会といった観点から、世界に二つとないこれに凝った、プログラム作り、あるいは聴衆に聞かれる機会の少ない作品を、コンサートオペラハウスで取り上げるのが特徴である。マーラーとシンウィーン学派。 ブルックナーとメシアンといったチクルスを組んだことでも知られる。フランスものなどの隔たりのない選曲が特徴である。若杉にはこれら以外にも多数の世界初演作品がある。ありがとうございます。